我々が間違っていた。反省するから仲良くしようよ。ちょっと待って、今までやったことを忘れたわけじゃないよね。皆さんは今まで人間関係に悩んでいた相手に急にやっぱり仲良くしようなんて言われた経験はありますか？そんな相手の態度や行動が正反対になることを手のひら返しと言ったりしますよね。実は韓国が我々が間違っていたと反日を大反省し、華麗なる手のひら返しをしていることが話題になっています。世界も呆れるほどの豹変ぶりに、もしかしたら今までは何だったのと怒りすら感じる人もいるかもしれません。あれほど苛烈にノージャパンと騒いでいた韓国が、今やイエスジャパンと運動を起こしている背景には一体どのような思惑があるのでしょうか。ぜひご一緒に見極めていきましょう。1. 反日は時代遅れ。突然反日の反省を語り始めた韓国新聞社の経緯。韓国では日韓の歴史問題を前面に押し出したいわゆる反日政策が行われてきました。しかし最近では反日は時代遅れだというニュースが話題になっているんです。これまで日本は朝鮮半島の統治時代に関連して何度も謝罪してきましたが、韓国でこれを受け入れない人々は多く、いつまでも謝罪を要求し続けられていましたよね。しかし韓国は突然、反日は時代遅れ、反日を反省していると報道し始めたのです。あまりにも唐突な意見で、まさに手のひらを返したかのようですよね。韓国の大手新聞社である朝鮮日報と中央日報は、共に韓国の反日運動が終わったことを印象付けるような記事を掲載しています。朝鮮日報は、何が何でも反日にノー、韓国で工業不振続く抗日映画というタイトルで、これまで韓国で主要な人気を維持していた反日映画の人気がなくなってきていることを伝えています。中央日報の記事では、朝鮮半島平和ウォッチ、真の独立を拒む対日被害者意識と掲げ、古陵大学政治外交学科のパク・ホンギュ教授のコメントを紹介しています。パク教授は、日本を恨んで追い出すよりも、真の理解と共感を基礎に、日本と共に仲良く新たな世の中を築くべきだ、と述べているのです。どちらも、ちょっと前の韓国だったら、バッシングの嵐を受けそうな内容ですよね。下手をしたら新聞の不買運動が起こるんじゃないかと思ってしまいます。これまで反日政策を前面に押し出していた新聞各社が、最近は反日を反省しているというんです。こうしたコメントを大手の新聞が報道するなんて、今までの韓国では考えられませんでした。そんな突然の手のひら返しに対して、皆さんはどう思われるでしょうか。こんなの信じたらまた騙されるぞ。まず竹島を返してから言ってくれない？あんなひどいことをしておきながらこんなに簡単に考えを変えるなんて信じられない、とインターネットには散々なコメントが集まっています。もちろんお互いの国の関係が良好になることは望ましいことですが、それ以上に信頼がないに等しい韓国に言われても信じられないって思っちゃいますよね。すぐには受け入れられるはずはないという予想はつくと思うのですが、韓国にはどういう思惑があって今までの意見を覆すような発表をすることになったのでしょうか。 2. 日本の好感度が上がったのは時代の流れ。日本が好きなんて言えない時代はもう過去のこと。韓国が反日をやめる方向に向かっている理由は、日本に好感と関心を持つという韓国人の割合が目に見えて高くなっているからだと言われています。2022年に日本の公益財団法人新聞通信調査会が行った調査によると、日本に好感が持てると回答した韓国人の割合は前年2021年の調査に比べ 8.7 ポイント高い 39.9% でした。
40% 近い人が好感を持っていると聞くと、そこまで多いとは言えないんじゃないと思われるかもしれません。同じ調査でアメリカのポイントが57ポイント、北朝鮮で29ポイントあるため、何とも判断しにくい調査結果ですよね。しかしこれまではこうした調査の結果は 70-80% の人が日本には好感を持てないと答えていたんです。韓国には日本が好きと答えるのをためらわれるような雰囲気があったようですね。そうした状況から見れば、夜明けが見えてきたと言えなくもないのかもしれません。調査担当者は、日本の好感度が上がっていることについて、日本を訪れる観光客の増加や、ユン・ソンニョル政権発足により、日韓関係修復の兆しが出てきたことを理由に挙げています。ユン大統領以前の韓国の大統領たちの発言には耳を疑うような反日内容で驚いた経験がある方も多いと思います。しかしユン大統領は日本をパートナーと位置づけ、反日から転換する姿勢を見せています。今後こうした考えが主流となり、反日の風潮がなくなれば、日本は過去に韓国にひどいことをしたと日本を一方的に非難し、日本の謝罪にこだわり続ける政策に変化が起きるかもしれないと言われています。反日運動がこのまま消え去っていくなんていうことがあるのでしょうか。韓国では実際にどのようなことが起こっているのか詳しく見てみましょう。3、抑圧されてきた反動も今や韓国では日本がトレンド、聖地巡礼をはじめとした日本ブームが巻き起こる。2023年1月に訪日した外国人149万7千人のうち、韓国人が56万5千人です。これは全体の外国人訪問客の 37.7% にあたり、韓国からかなりの人数の旅行者が来ていることがわかります。実はこの時期、韓国が日本に大きく注目する事柄がありました。日本のアニメ、ザ・ファースト・スラムダンクが公開された翌月には、観客動員300万人に迫るほどの人気を集めたんです。それとともに、原作のコミックやグッズの他にも、バスケットボールシューズなどの関連グッズの人気も急上昇。日本を訪れる旅行者の間では、いわゆるスラムダンク聖地巡礼が熱気を帯びました。それまで韓国で主流の映画といえば、反日映画でした。日本を敵とした映画のほとんどが大きな収益を上げていたようですね。しかし、朝鮮日報が報じたように、最近は反日映画の人気は落ち、惨敗が続いています。それに代わるかのように、日本のアニメ映画がトレンドに入れ替わったんです。以前は日本関連のお店だと知られると、近所から多数のクレームを受けたり、嫌がらせをされたりしていたようですが、今では1ヶ月先まで予約が埋まるほどになり、すっかり雰囲気が変わったことが感じられます。人々は無条件の反日やノージャパンが通用していた映画の時代は終わったという見方をしているようです。こうした兆候はユン大統領の前の大統領、ムンジェイン時代の影響もあると言われています。ムン大統領はあまりに極端な反日ムードを高め、日本製品不買運動を広げ、訪日自粛ムードを引き起こしてきました。無理やり自粛させられ、生活の自由を抑えられた不便さを感じてきたという声も多いんです。その反動もあり、韓国の人々は日本製品に親しみ、訪日を楽しんでいるのかもしれません。特に若者世代は違うようです。反日教育を叩き込まれた50代の親世代のような、韓国人であれば日本に好感を持たないと答えるべきとする考え方はナンセンスなんでしょうね。偏見にとらわれず、自分の考えを素直に表現したいと思っている人が増えていると言われています。こうした若者の考えが日本との関わりを変えていく鍵になるかもしれません。 4. 反日感情は次の世代に引き継がれない。日本を受け入れられなかった世代の事情と、日本を受け入れる若者たちの事情。
そもそも反日感情は現在の40代50代世代の持つ日本に対する劣等感から生まれていると言われています。日本の文化に興味があったとしても抵抗感の方が先に立ってしまっていたようです。それに対して今の20代30代の若者世代は日本の文化に対して偏見を持っていません。政治的に解決しなければいけない問題は専門家が話し合えばいいと考え、日本に対しての敵対心やライバル心もあまりなく、フラットな状態で接することができるのだといいます。自分たちは普段の生活で自然に接することができるし、その中で面白いもの、好きなものを選んで楽しみながら日本文化を自然と受け入れているんです。日本のものは何でも好きというわけではなく、インターネットを通じて日本の文化を知る機会が増え、興味が持てるものを見つけやすくなっているようですね。韓国の人気 YouTuber ジョン・セヨンさんは、韓国では自分だけが発見した日本の文化を SNS で自慢し合うのが流行っている。日本の定番観光スポットよりもよりディープなところを発掘するのが人気なの、と話します。韓国の人に向けて日本のおすすめ旅行スポットなどを紹介する動画などでは、サラリーマンが仕事終わりに行くような居酒屋や街の喫茶店などに実際に訪れ、その魅力を紹介しているのだそうです。韓国の政治や文化に詳しい神戸大学大学院教授の木村寛さんは、もともと日本の観光地や文化は韓国で人気があるんです。政治やいろんなものがコントロールしなければ、こんな風に日本にたくさんの韓国人が来るようになるんです、と述べています。これまでと違った世代の意見が主流になるのだとしたら、常識も変わってくるのでしょうか。本当にそうかな。今度は若い世代の人たちが日本が好きになるように政府に操作されているだけじゃないの、なんていう意見もあるようですが、実は20代の政府に対する支持は低いみたいですね。木村教授は、これまで韓国政府が反日で押さえつけていた政策が限界を迎えたのではないか、という見方をしています。政府の政策に従っているというよりも、純粋に日本の良さに惹かれているということでしょうか。またこれまで反日が当たり前とされてきた40代50代世代の方々の中にも、政治によって悪い雰囲気が作られ、選択肢が制限されてしまう風潮はもうやめにしてほしいと思っている人も多いようです。反日疲れなんていうワードがトレンドになったりしているように、韓国の人たちも状況を変えたいと思っているのかもしれません。韓国の社会は競争が激しく、特に若い人たちは就職率も低く大変です。そんな彼らからすると、日本はゆっくりできて癒される場所に感じられるのかもしれません。日本人だっていろいろ大変だよなんて言いたくなっちゃいますけど、それでも豊かに見えるみたいですね。なんとなくのんびりしていて安定した先進国、こんな国に住んでみたいという印象を持つ人が増えているのだと言います。私たちとしては急な展開に戸惑うばかりですが、日韓の関係が良くなってきているのだとしたら、喜ばしいことかもしれないですね。手のひら返しは今までと全く違う態度を取るため、あまりいい印象とは言えませんよね。どうしてもまた裏切られるんじゃないだろうか、自分に罪を押し付けてくるつもりなのかもしれないと不審に思ってしまうこともあると思います。突然今までとは矛盾する言動を取る裏にはどのような心理があるのでしょうか。手のひら返しをする人は自分の都合を優先して考えていることが多いです。つまり自分の立場が良くなるならこの人に嫌われてもいいやという気持ちがあるようです。しかし自分の気持ちに正直になっているだけで悪気のないという場合も多いのです。それでも手のひら返しをする人を相手にすると、こちらにまで被害が及ぶこともあるかもしれません。そんな人とうまく付き合っていくのはちょっと難しそうって思っちゃいますよね。よく言われるのが、触らぬ神にたたりなしということわざにあるように、
トラブルを防ぐために適度な距離感を保つ方がいいのかもしれません。でもどうしても関わらなくてはいけないという場合は困ってしまいますよね。もしもの時は自分への信頼の厚さが助けになると思います。日頃から周囲との関係を大切にしていれば周りは味方になってくれます。日本は多くの国々との信頼関係を築いており、その信頼は財産というべきものです。悪いこともいいことも積み重ねられていくもので、簡単に覆せるものではないってことですね。韓国は困った隣人という認識はすぐには変えられないと思うのですが、皆さんはどう思われるでしょうか。よろしければぜひコメントで教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。